皆さんこんばんは。県民デイリーならいいね。司会の矢野博士と伊佐川奈央です。よろしくお願いします。さてこの番組どういう番組かと言いますと、はい、こちら奈良県が毎月発行しています県民だより奈良を分かりやすく楽しくお伝えする番組です。それでは今月のラインナップご紹介しましょう。こちら特集は福祉介護のお仕事の魅力発見、一人一人が輝く主役となります。そして奈良の昔話、こちらは大和高田市から水が湧いた奈良ほのぼの散歩は飛鳥村を散歩します。で、川柳プレゼントもあります、はい、今月もね盛りだくさんの内容でお届けいたしますのでよろしくお願いします。それでは今月の特集から参りましょう。今月はこちら、福祉介護のお仕事の魅力発見、一人一人が輝く主役。福祉や介護のお仕事というのは、はい、その人や家族に寄り添い支える仕事ですよね、はい。現場で働く職員の皆さんはそれぞれ情熱を持って生き生きと働いていらっしゃいます、はい、今回はそんな福祉介護の職場を見ていきましょう、まあ、一口に福祉介護の仕事といってもたくさんあるんですよね、はい、まず介護です。日常生活の援助や支援をする仕事です。介護の職種も介護福祉士をはじめとしてこれだけあるんですね、はい、そして右側に移りまして保育です。保育は食事やトイレ、睡眠などの生活リズムを身につけ、うん、遊びや共同作業を通じて社会性を育成するお仕事です。お世話になってます、はい、そして保育士さんの職場もたくさんあるんですね、はい、さあ福祉介護の仕事はまだあります。相談援助の仕事では生活全般の相談に応じて一人一人の状況やニーズに合わせたコーディネートを行います、うん、職種は社会福祉士や生活相談員、介護支援専門員、いわゆるこのケアマネージャーですね、うん、はい、その他職業指導員などです、うん、この他にもこのようにさまざまな職種があります。まあ、こうやって見ると、はい、やりがいのある魅力的なお仕事っていうのがたくさんありますよね、うん、そんな福祉介護の現場で実際に働いておられる職員の方の声紹介しましょう、はい、社会福祉法人奈良応答会の生活支援員の山口さんです、はい、自分のサポートで笑顔につながることがこの仕事の魅力です。また利用者さんができなかったことができるようになったときはとてもやりがいを感じます。仕事の経験が増えるほど福祉介護の奥の深さを実感しますとおっしゃっています。自分のサポートと、ね、笑顔につながるっていうのもねすごい素敵な言葉ですし、やっぱりこの一人一人の心に寄り添って生活を支援されておられる、でまた利用者さんと一緒に成長することを実感できるっていうやりがいのある仕事なんですね。そうですね、はい、そしてもう一人、はい、テイクアイ有限会社の堀さんです。私は現在2人の子供を育てていますが、事業所から子育てを優先してねと言ってもらっているので、はい、とても心強く感じています。子供が保育園に入れなかった時期には子連れで出勤しました。その際利用者さんが自分の家族のように子供を見てくれ、成長を一緒に喜んでくれましたこれ以上幸せな職場はないと思いますということです。幸せな職場はないって言い切れるぐらい素敵な職場ということですし、またこの利用者さんとの信頼関係がこう構築されている現場で、また子育てと仕事というこの両立ができる環境っていうのがまた素晴らしいと思いますよ ね一緒に子供を見守って育てているようなって、はい、すごく羨ましい環境ですよ ね、まあ、こうした福祉介護の仕事の魅力を発信する PR 隊というものがあるんです。先ほどご紹介した山口さん、堀さんも実は PR 隊に所属されているんです。奈良県福祉介護のお仕事 PR 隊は一人でも多くの方に福祉介護の仕事をなりたい職業と言ってもらえるよう、学校訪問やイベントへの出演など幅広く活躍しています。そうなんですね、もう PR 隊は皆さん福祉や介護の現場の第一線で活躍されている方々なんですよね、
その PR 隊に所属するお二人にそれぞれお話を伺ってきました。こちらは橿原市で平成26年に開設した介護老人保健施設大和三山です。介護職員3年目の小田さんにお話を伺いました。私のお母さんが長年介護の仕事をしていて、高校時代の話なんですけど、私のおばあちゃんが認知症っていうのがあって、私の名前とかも母の名前で呼んだりだとか、一緒に住んでいるのに帰りたいとか、すごい私の中ではなんでそんなこと言うんやろうっていうことがあって、すごく強く当たってしまったり、悲しい気持ちにさせていた時期があると思うんですけど、でおばあちゃんが亡くなった時にすごい私も悲しい気持ちになってて、でその時にお母さんが介護の仕事をちょっと学べば、おばあちゃん このやっていた行動とかそういうのが分かるからやってみたらっていう風に勧めてくれたのも、この道に進んだきっかけになりました。おばあちゃんの気持ちを理解できなかったもどかしさから介護職を目指した小田さん。施設ではどのようなお仕事をされているんでしょうか。送迎や入浴食事排泄のサポートをしたり、リハビリの先生が考えてくれた自主トレメニューのサポートをしたり、今は施設に空いているスペースがありますので、そこを一から畑作りをしていて、で利用者様と一緒に土いじりをしたり、お花とお野菜を植えて一緒にちょっと取り組んだりしています。介護職員として相手に寄り添うことを大切にしているという小田さんには、やりがいを感じる瞬間があります。意欲と元気のない方もやっぱりその中におられて、その方が一緒に会話をしていく中で、ちょっとずつ心を開いてくださって、笑顔になって顔を覚えてくれたりだとか、ありがとうとか、帰るって言ってた方が、あんたおるからおるわみたいなことを言ってくれた時に、すごくこの仕事をしていてやりがいを感じるなっていう瞬間ですかね。辛いとか汚いっていう方もおられるんですけど、全然そんなことなくて、それ以上にやりがい生きがいをすごく感じれる魅力的な仕事だなって思ってます。こちらは上牧町の障害者支援施設フレンズ牧場です。日々の活動やイベントを通して生活のサポートをしています。お話を伺うのは農業支援を行う上西さんです。知的障害をお持ちの方と、精神障害を持った方と、一緒になって、その、時期に応じた野菜を、作ってます。でその中でも、いちごは1年を通しての作業になるので、力を入れてます。その人その人が、できる作業、得意な作業は積極的に、不得意な作業はスタッフと一緒に行うことで、一つでもできることが増えるように支援しています。その植え付けから収穫まで、利用者、スタッフ一丸となってまた育てる達成感がやっぱたまらないですね。上西さんは特に声かけを大切にしているそうです。頑張ってるな。向こう側何あ、地元に触った。ことか、正解。さっき言った、正解。さっき言った。その時のやっぱり情緒面だったりとかっていうのは、やっぱその時に結構分かったりするんで、会話の状況で作業内容を変えたりとか、もゆっくりしておきとかはちょっと心がけるようにはしてます。やっぱりこう人見知りで全くこう喋らない方が、ここ最近では喋りに来てくれたりとかっていうのはやっぱ嬉しいですね。やっぱその普段のコミュニケーションは大事なんかなみたいなのは思いました。また上西さんも奈良県福祉介護のお仕事 PR 隊に所属しています。小学校と大学に行って、仕事の内容と、お話しさせてもらってます。障害者の方と携わる仕事を、一人でも多くの方に知って、で、興味を持ってもらえるように、楽しさだけではないんですけども、全てを発信できればいいなと思ってます。
まあ、お二人ともそのやりがいっていうのをしっかりと感じてらっしゃって、うん、そうですね、その心のつながりっていうのもね、大切にされてるなっていうのは思いましたね。さて続いては福祉や介護のお仕事について具体的な相談ができる奈良県福祉人材センターでお話を聞きました。橿原市にある奈良県福祉人材センターです。こちらでは福祉の仕事で働きたい方と人材を求める県内の福祉施設事業所をつなぐ架け橋となり、日々さまざまな相談に対応しています。ご本人のご希望をしっかりとお伺いしながらお仕事探しをサポートさせていただいております。職場を訪問して情報も収集しております。6月からオンライン相談も始まりました。ご自宅にいながらにしてお仕事探しをお手伝いさせていただけたらと思っております。また自分に合う福祉の職場探しもしっかりサポートしてもらえます。例えば、セカンドキャリアをお考えの、中高年齢者の方には、これまでの人生経験やキャリアを生かして、現在のライフスタイルに合わせて働ける職場をお探ししています。また、初めて福祉・介護のお仕事にチャレンジされる方には疑問や不安をまずは解消いただきながら、研修や資格取得支援制度を整え熱心に取り組む職場をお勧めするなど、一人一人に合った職場探しをお手伝いしております。そして定期的に県内各地で職場見学ツアーや就職フェアも開いています。あなたが働きやすい職場がきっと見つかります。ぜひ私たち福祉人材センターをご活用ください。まあ、やっぱり相談ができる場所がある、きっかけにもなるっていうのが大切なポイントかもしれないですね。ですね。はい。奈良県福祉人材センターからお知らせです。福祉の就職ウェブ合同説明会をオンラインで3回ご覧の日程で開催します。お問い合わせ申し込みはホームページからどうぞ。福祉や介護のお仕事、新しい取り組みがどんどん進んでいますね。以上、特集福祉介護のお仕事の魅力発見、一人一人が輝く主役をお送りしました。続きまして奈良の昔話です。はい、今回は大和高田市からです。この奈良の昔話はね、もう毎回、はい、まあ、面白いコーナーじゃないですか。そうですね。今日はどんなお話なんですか。はい、今回は、はい、この地にやってきた旅のお坊さんのお話です。お坊さんのお話、それではご覧ください。どうぞ。今から1200年ほど前のこと、真夏の太陽がじりじりと照りつけるある日、錫杖を持った一人のお坊さんがある家の前に立っていました。喉が渇いてどうにもならん、水を一杯恵んでくだされや。すると若いお嫁さんが出てきて、それはお気の毒に、でもここは水なし村と言われるほど水のないところです。その代わりまた旅の身でどうぞ喉を潤してください。その身のおかげでお坊さんはすっしっかり元気を取り戻しました。ありがたい、助けていただいたお礼に。お坊さんは足元の土を錫杖の先でトントンと叩きました。すると不思議、きれいな水がコンコンと湧き出たではありませんか。これが今も残る名高い有井の井戸。この井戸があることから地名も有井と呼ばれました。そしてその不思議なお坊さんは弘法大師様だったということです。有井の井戸は大和高田市立岩園小学校の西側にあります。
弘法大師が掘ったと伝えられていることから弘法井戸とも呼ばれていて、小さなお堂を設けて保存されています。現在の井戸は木製の蓋がされていますが、石像升型の井筒があります。またこの井戸のある有井は寺と村を囲む二重環濠集落としたことで有名な場所となっています。弘法大師さんが奇跡を起こすお話って多くないですか、ね、不思議な力があるんです ね、 ね、まあ、この奈良の昔話でも、はい、その塩に困っていた村でなんか岩から塩水出したとかいう話もあったでしょ、はい、であと大根の葉に虫がつかないようにしたっていう話もあるじゃないですか。すごい、いろんなパワーがあるんです ね、 ね、いろんなエピソードがあってすごいなと思います、はいね、この弘法大師様についてはですね、はい、実は奈良県だけではなくて日本各地にこの似たような説話が多く残されているんだそうです。そうなの。そう、奈良だけじゃないんですって。いやでも奈良一押しやね、たくさんありますよねまあそんだけ弘法大師さんっていうのはもうスーパーマンやったと、はい、いうことやね。逸話が残るぐらい、それぐらい伊佐川さんもなってください、はい、弘法大師様のようにそれくらいねパワー発揮できるように頑張ります。恐れ多いわ、断りなさい以上、奈良の昔話でした。断らんでいいかCM の後は奈良ほのぼの散歩、飛鳥村を歩きます。飛鳥村は僕大好きなところ。奈良ほのぼの散歩に参りましょう、はい、今回は歴史と自然の宝庫です、うん、飛鳥村をご案内します。そう、もう飛鳥村本当に好きでめちゃくちゃいいとこね、いいとこですテレビご覧の方に意見求めないでくださいみんな分かってあるからさあどんな場所が出てくるんでしょうか、はい、ご覧ください。どうぞ。村全体が屋根のないフィールドミュージアムという飛鳥村。村内には5つの地区からなる国営飛鳥歴史公園があり、歴史文化と自然が楽しめます。飛鳥村を代表する古墳といえばこちら、石舞台古墳です。石舞台古墳は天井石の上の面が広く平らで、その形状が舞台のように見えることから石舞台と呼ばれるようになったそうです。墳丘の盛り土がすべて失われ、巨大な横穴式石室が露出した独特の形状となっています。おお、天井が高い。そしてすごい広いですね。こんな大きい石どうやって積み上げたんでしょう。石室は30数個の巨石を積み上げて作られており、総重量はおよそ2300トン。特に天井石はかなりの重量で、当時の高い技術力がうかがわれます。本当に大きいですよね。一体誰が埋葬されていたんでしょう。石舞台古墳は蘇我のイルカの祖父である蘇我の馬子の墓ではないかと言われていますが、明らかになっていません。石舞台地区から続く散策沿路を歩くと広場が見えてきました。石舞台地区の南側に位置する岩井戸地区には芝生広場があります。そこから登っていくと展望台があり、日本の棚田百選に選ばれた稲淵地区の見事な棚田風景が一望できます。続いて訪れたのは木虎古墳。高松塚古墳に続き、日本で2番目に発見された大陸風の壁画古墳です。木虎古墳は平成27年に当時の大きさに復元されているそうです。石室には美しい壁画が描かれているんです。木虎古墳の壁画は石室内部に塗られた漆喰の上に繊細な筆使いで描かれたものです。壁には4つの方位を守る神とされる詩人や、天井には現存する世界最古の科学的な天文図が、動物の頭と
人間の体を持った十二支などが確認されています。キトラ古墳の壁画は令和元年国宝に指定されました。キトラ古墳の隣には壁画や古代の飛鳥について楽しく学べる体験型の施設があります。早速入ってみましょう。キトラ古墳壁画体験館詩人の館では、石室内の詩人や天文図を4面マルチの高詳細映像で楽しめる展示があります。こちらは原寸大で作られた石室の模型です。すごい、レプリカとは思えないぐらい壁画がものすごく綺麗に描かれています。また古代飛鳥の暮らしを立体で見るジオラマ模型の展示や、古代の飛鳥を体験できるプログラムも楽しめます。こちらの体験学習室では不本線や勾玉作りが体験できるんです。勾玉の型になった材料を一生懸命磨いていきます。もうちょっと角を全部なくして。できました。どうですか。その他、日本最古の貨幣といわれる不本線や、飛鳥奈良時代に使用されたと考えられる怪獣武道橋作りも楽しめます。金属を溶かした後、型に流し込んで形を作っていく鋳造も体験できます。あ、なんかいい感じの色になってきたんじゃないでしょうか。できました。どうでしょうか。色といい、艶といい、うまくできたと思います。富がやってきますように。続いて訪れたのは甘かしの丘。甘かしの丘は飛鳥の中心にある標高148メートルの緩やかな丘です。頂上の展望台からは大和三山や飛鳥村が一望できます。今日はあいにくの雨ですが、この丘から見る夕日はとっても素敵なんだそうです。また万葉集や古事記、日本書紀に歌われた様々な植物を楽しむことができる万葉の植物園路も整備されています。かつて蘇我の恵美子、蘇我のイルカ親子が権勢を天下に示すために丘のふもとに居宅を築いたと言われています。歴史と自然に触れ合える飛鳥村、太古のロマンに思いを馳せるひとときでした。いや本当にだから飛鳥村いいとこでしょう、ね、あんなに歴史のロマンを身近に感じられるって、肌で感じられるのがとっても素敵なんです、ね、うん、さあそしてこちらには飛鳥村の特産品が並んでいます、はい、こちらは飛鳥宅配便といいまして、飛鳥村で栽培された農産物をジェラートに仕上げました。味が4種類ありまして、はい、いちご、飛鳥ルビーですね、そして黒豆きな粉、グラノーラ、つるむらさきの4種類。うーん、あー、めちゃくちゃ濃厚ですよこれ。飛鳥ルビーのジェラートいただいてるんですけども、まさにもう飛鳥ルビーそのままって食べてる感じ。いいですね。わ、美味しい。こちらね、飛鳥ルビーをフリーズドライにして入れてあるということなので、うん、ちょっとこうつぶつぶ感も感じられるんじゃないでしょうか。残ってるのがよりね、はい、あの本物の飛鳥ルビー食べてるみたいですね、うん、他にも飛鳥村の特産品がたくさん味わえます。お買い物は飛鳥宅配便のホームページからお申し込みください。以上、奈良ほのぼの散歩でした。続きましてはうふふ川柳に参りましょう。はい、今月のお題は秘密です。秘密、はい、はい、それでは3作品続けてどうぞ。五歳児が秘密の話ぽつり言う。
ママには内緒やでって言ってたってパパが言ってたっていうへそくりを見つけてそっと借用書。隠した人は開けてびっくり。へそくりが紙切れに。とほほ。レシートがちっちゃな秘密。喋り出す。黙って買ったわらび餅がバレるんですよね。可愛らしい秘密ですね。はい、もう本当に最近の話です。お母さんに、はい、お母さんにじゃない、お母様に。はい。これわらび餅入ってないけど、帰りに食べたんがバレた。ありますね。あるあるでございます。その作品もあっぱれでした。あっぱれでした。さあ、その他の作品もご紹介しましょう。はい。今月は、はい、527句の応募をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。その中で伊佐川さん、はい、どれが気になりますか。私ね、一番右、墓場まで持ってく秘密なんだっけ。それさえも忘れちゃう。そんな秘密が山ほどあってなんやっけって忘れちゃうんですよ。ある意味ね、確実に墓場まで持っていけますよね。はい、そうです。あるんですか伊佐川さんは。もういっぱいあんなことこんなこと、あ、知っちゃったって思って黙っとこうと思ったまま忘れるんですよね。罪大きい女性ですね。いやいや、口固いでしょ、もう思い出さないからあ、怖。さあ、ということで県民料理ならでは毎月川柳を募集しております。はい、10月号のお題は奈良です。応募方法は郵送かファックス、メールフォームで奈良県広報広聴課までお送りください。あっぱれ作品に選ばれた方には素敵なプレゼントがあります。以上、うふふ川柳でした。CM の後はプレゼント。今月は焼きハンバーグ。番組からのプレゼントです。奈良の特産品満載のインターネットショップ奈良 A 門ストアで好評販売中。町のお肉屋さんが作ったこだわりの焼きハンバーグを1名様に、タムケ味噌刻み奈良漬けを10名様に差し上げます。ご希望の方はどちらか希望の商品名を書いて、はがき、ファックスまたは E メールでご応募ください。締め切りは7月28日火曜日、当日消印有効です。この番組への感想、ご意見も添えてくださいね。はい、まあ、今年は新型コロナウイルス防止の対策で、はい、マスクは着用ですけども、うん、熱中症が怖いじゃないですか。この熱中症予防のポイント書いてます、うん、ぜひご参考にしてください、ね、屋外では無理のない範囲でつけてもらいたいと思います、はい、では今月はこの辺でお別れです。さようなら。さようなら。